博多駅。博多駅は、福岡県福岡市博多区博多駅中央街にある、九州旅客鉄道、JR 九州、西日本旅客鉄道、JR 西日本、福岡市交通局、福岡市地下鉄の駅である。九州鉄道、初代開業当時から存在する九州最古の駅の一つでもある。九州、福岡を代表するターミナル駅で、 九州最大の駅でもあり、JR 九州の本社の最寄り駅でもある。当駅を拠点に、新幹線や九州の主要都市とを結ぶ、特急列車、福岡都市圏等を走る多くの路線が乗り入れる、全旅客列車停車駅である。2004年、平成16年時点では、特急列車の発着本数が、日本一だった。山陽新幹線の終点にして、東海道、 山陽新幹線系統の生誕でもあり、大阪、名古屋、東京など本州とを結ぶ多くの新幹線列車が発着している。2011年、平成23年3月12日には、九州新幹線、鹿児島ルートが当駅まで延伸、全線開業し、同線の起点となった。2007年、平成19年3月31日に閉店した。 博多伊豆屋が入居していた旧駅ビル、博多ステーションビルの解体後、複合商業施設である新駅ビル JR 博多式が建設され、九州新幹線鹿児島ルート開業を9日前の2011年、平成23年3月3日に開店した。福岡市地下鉄の駅は JR ホームの中心点の地下付近にある。福岡市地下鉄の駅の中では、 天神駅に次いで2番目に利用者が多く、同線の拠点駅である。また、七熊線を当駅まで延伸する計画があり、工事中である、工術。JR 博多駅の事務官コードは91127、福岡市内の事務官コードは919902である。また、福岡市営地下鉄博多駅の事務官コードは8551101である。 JR の新幹線、在来線各線と福岡市地下鉄の空港線、1号線が乗り入れている。地下鉄の駅には、計1 1の駅番号が設定されている。新幹線は、JR 西日本の山陽新幹線の終点、かつ JR 九州の九州新幹線の起点であり、当駅は、境界駅となっている。新幹線駅の所属路線は、山陽新幹線。 また、当駅から JR 西日本の博多総合車両所への改送線を旅客営業路線化した博多南線の起点駅ともなっているが、同線の車両は新幹線車両で運用されるものの正式には在来線の扱いである。JR 九州の駅に乗り入れる在来線は正式な線路名称上は鹿児島本線の単独駅であるが、一駅北隣の 吉塚駅から分岐している、笹栗線の列車も東駅まで乗り入れており、この系統には、福北豊か線の愛称が設定されている。所在地の旧来からの地名、博多に由来する。博多は、古代日本、遅くても六国史が成立した頃からの地名であり、中国東大には貿易港として大陸にも、博打や、八角島として知られたほか、 民の標法処分美市では日本にある三つの港の一、花朝日東津として紹介され、江戸期には黒田氏が中川対岸に築いた福岡城城下町と共に栄えた。博多駅は明治維新に続く文明開化期の1889年、明治22年、九州鉄道が九州発の鉄道路線を付設するにあたり、当時の 博多の南限にあたる上天寺の境内南端部を通り現在の出来町港付近に福岡市の玄関駅を開業させ博多駅としたものである。博多は太宰府の外交として古代から栄えた町であったのに対し福岡は江戸時代に黒田氏が封ぜられ福岡城を中心に栄えた武家の町でありそれぞれは中川を挟んで別々の都市という位置づけあった。 1889年、明治22年4月、市政及び町村制の交付に基づき、県令により、博多、福岡をまとめて、福岡市として、市政施行することとなった。その際に、九州鉄道の駅名を、博多とすることにより、市名議論の決着を図ろうとした。その後、博多市に市名を解消しようとする動きもあったが、一票差で、否決されて、現在に至る。 その後新幹線の開業などにより、博多の知名度が高まると、福岡より博多の方が全国的に認知されるようになった。そのため、博多市という市が存在する、かつては福岡市と博多市に分かれていてその名残として、博多駅が残っているなどといった誤解も存在するようである。過去に博多市なるものが存在しないという事情からすれば、かなり特殊な例といえ、 駅名が都市全体の対外的印象に大きな影響を及ぼす代表的な例となっている。所在地の市名と中心駅名に際の見られる例としては全国に複数あるが、その多くは過去に自治体名を冠していたものが合併等により自治体名が変更になったにもかかわらず、駅名を旧自治体名あるいは旧自治体名の表記違いのままとしているものである。 1889年、明治22年の市政、町村制施行時点の市町村合併が原因で、所在地の市名と中心駅名が一致しない例として、東京都武蔵野市の吉祥寺駅などがある。市内のもう一つのターミナル駅である、西日本鉄道天神大牟田線の始発駅の名称は、西鉄福岡天神駅である、2001年に西鉄福岡駅から改称。 これは、同駅が福岡側の天神に開設されたことと、国鉄駅が博多であったために、後から開業した西鉄が使命を名乗ることができたためである。なお、福岡駅という駅は存在するが、富山県高岡市福岡町にある愛の風と、山鉄道の駅である。博多駅はこれまでに2回の移転が行われている、出来町公園付近、祇園駅付近現在地。また、 駅舎の大規模な新築、改築は5回行われている。明治中期の初代博多駅は、九州で最初の鉄道である、九州鉄道、初代が1889年、明治22年12月11日に、博多千歳川仮停車場、久留米駅の北側、筑後川の北岸間に開通時に開業した。そのため、この駅の跡地にある、出来町公園に、 九州鉄道発祥の地の記念碑が設置された。それから間もなく、1890年、明治23年9月28日に、博多駅赤間駅間に開通時に、地下鉄祇園駅付近に移転した。この場所は当時は、福岡市境であって、田畑などの高地だったため駅の建設が容易でり、中須など、市の中心部へのアクセスの利便性も良い位置にあり、また文字、 熊本方面へ鉄道を結ぶに交通合であったと考えられる。駅舎に面したホームと島式ホームの2面がある駅であったが、島式ホームの外側の線路は片側のみ本線に接続されている留置線で営業列車の発着に使用されるのは駅舎側のホームと島式ホーム内の2線のみであった。また島式ホーム外側には転車台、ターンテーブルなどを備えた 機関庫がが設設けけらられ、れ駅舎側ホホーームムの一部には、貨物ホームが設けられていた。この時の校内総面積は2486平方メートルであったと記録されている。この時代から次の明治周期を経て、昭和期の現在地位点に至る前までは、鉄道は現在の祇園大通り付近、一万行寺、角長寺や上天寺などの博多の寺社仏閣のすぐ南を通っており、 博多駅界隈の市街地区の南端を形成していた。当時の博多駅より南方は田畑が広がる農村地帯であった。経済の発展に伴い鉄道輸送量は急速に伸びていき、九州の鉄道で最大の需要のある駅にもかかわらず、規模が小さかった博多駅では支障をきたすようになった。このためさらなる駅の改築が計画された。 周辺の土地の買い占めなどの動きがあって地価が高騰し、一時は五笠川、石道川を挟んで対岸の片笠村に移転することも計画されたが、結局現在地で改築することになった。1906年、明治39年1月13日に仮駅舎が完成し、引き続き8月から新駅舎に着工したが、1907年、明治40年7月1日に、 九州鉄道が国有化されて、駅の工事は国鉄に引き継がれた。1909年、明治42年3月3日に新駅舎が完成した。新駅舎は、レンガ造りの2階建てで、ルネサンス式の建物であった。総面積3160平方メートルで、当時の費用で11万8000円の拒否を投じ、便所にも大理石を用いるなど豪華な建物となっていた。 プラットホーム、ホームは2面があり、営業列車の発着には参戦を利用できるようになっていた。さらに島式ホームの外側には広い貨物用の側線が用意され、一番南側には貨物用ホームと貨物ウアが設置されていた。新駅舎が完成して不要となった旧駅舎は隣接する吉塚駅に移築されたとする説と直方駅に移築されたとする説がある。 直方駅設については、1910年、明治43年に落成した駅舎が2011年、成23年に解体された際に調査が行われ、建築当時の記録に新築とあることや、木材に再利用の痕跡が見られないことなどから、博多駅舎の移築説を否定する報告が出されている。その後、貨物取扱量がさらに増加していき、 早くも1914年、大正3年には、校内の拡張工事が行われており、貨物扱い設備が増設されている。この間、1911年、明治44年5月17日に、吉塚川を笹栗線の単線部分を転用する形で、複線化し、1919年、大正8年10月15日には、南側も二日島まで複線化が完成した。 1925年、大正14年11月20日に、北九州鉄道は、新龍町駅、後の筑前高宮駅から、南博多駅間を開通させた。その後、新龍町、後の筑前高宮から、南博多間に、南博多分岐点、後の住吉信号所を設置して、そこから線路を伸ばす形で1926年、大正15年10月15日に、 北九州鉄道が博多駅へ乗り入れてきた。この時に南博多駅は旅客営業を廃止して貨物専用となった。博多駅の貨物需要は増大し続け、この南博多駅、通称住吉貨物、積み下ろし場に一部を転嫁したがそれでも間に合わず、吉塚駅、筑前高宮駅、博多港駅へも貨物の処理を分散させた。 この北九州鉄道は1937年昭和12年10月1日に国有化されて国鉄地区費線となった。こうしたことからすぐに明治42年駅舎も手狭となり、1939年昭和14年には早くも移転拡張の計画が持ち上がっている。1942年昭和17年に1月には実際に 都市計画決定が申請され、1943年、昭和18年4月には認可も受けたが、戦争の激化により11月に中止された。1945年、昭和20年6月20日には、福岡大空襲で被災している。第二次世界大戦後も博多駅の混雑は限界に達しており、1947年、昭和22年には、貨物列車はすべて、 博多駅を通過するようにし、博多駅に発着する貨車のみを、ベッド塚駅で編成し直して運転する形に変更して、博多駅の負担を緩和した。さらに貨物扱いに使っていたホームを旅客列車用の第三ホームに転用し、旅客用ホームが3面となった。しかし貨物設備を旅客用に転用したために、貨物の処理能力はますます逼迫することになった。 明治時代に完成したレンガ作りの駅舎は多少の手を入れてはいたが、抜本的な改築は困難で増大する旅客輸送に対処しきれていなかった。福岡市の急速な発展に伴い乗降客数は激増を続け、特に便所の不足は深刻となっていた。プラットフォームも狭くごった返しており、混雑する時期には始発駅での座席の確保を目的に、 本来は他の駅から出発する乗客も博多駅に集中したためさらに混雑が増し死傷者が出かねないと懸念されるほどの混雑となっていたさらに博多駅が地上にあるために駅の前後に踏切があり列車の発着の多い時間帯には1時間に50分近くも踏切が閉まる開かずの踏切とかしていたこうした問題は 駅を移転し高架化することでしか解決できないと考えられた。こうして、大戦中に計画されていた移転拡張が再度動き始め、1958年昭和33年12月9日に、高架式の巡旅客駅とすることが決定され、1960年昭和35年7月に着工された。博多駅で取り扱われていた貨物は1961年。 昭和36年6月1日に廃止されて、吉塚駅へ移転された。また、貸し創車場が完成して、福岡地区での貨物の入れ替え作業を一手に引き受けている。貨物扱い廃止と同日、文字港から久留米までの交流電化が完成しており、移転直前の博多駅も電化されている。なお、この際、関連事故防止のため、 交流電化には高さが十分でなかった古墙橋の部が市電区間とされた。1963年昭和38年12月1日に2010年まで使用された昭和の駅舎が開業した。それまで博多駅付近で市街地に駅を近づけるために大きく曲がっていたところをショートカットするように南東向きへ移設されており、これにより鹿児島本線について 吉塚駅との距離が 1.6km から 1.8km、竹下駅との距離が 3.4km から 2.7km となり、合わせて 0.5km 短縮され、築地線については、築前美島駅との距離が 2.3km から 1.6km となって 0.7km 短縮された。0時52分に、旧駅舎最後の列車を送り出すと、 新駅舎への慌ただしい引っ越しが行われ、4時28分に、新駅最初の列車が出発した。新駅は4面8線で完成し、さらに2面4線分の増設が可能なように配慮、されていた。結果的にこの2面4線は、山陽新幹線に活かされることになった。また、竹下軌動車区と結ぶ本線と、独立した線が建設されて、博多駅で、 四十儀となる列車の改装が本線の線路容量を圧迫しなくなった。新駅舎への通路を建設するために徹夜で旧駅ホームの撤去作業が行われて旧駅舎の前後に二本の通路が通された。移転前の旧駅舎は貴重な文化財であるとの観点から保存も検討されていたが12月13日の福岡市議会で 西日本文化協会の保存の請願が否決された。福岡市の都市計画に基づいて、旧駅舎の地点を貫く道路、元広通りが建設されて取り壊されている。1975年、昭和50年3月10日には、山陽新幹線が延伸してきて、博多駅まで開業した。この際には、昭和駅舎建設時に、 あらかじめ増設予知として準備されていたスペースが活用された。さらに1983年、昭和58年3月22日には、福岡市交通局の地下鉄が博多駅まで開業した。この時は、仮駅、現在の祇音駅方面連絡通路付近であったが、1985年、昭和60年3月3日に、本駅が開業した。一方、 地上を長く走行して、福岡市内の道路交通の妨げとなっており、また非電化単線で輸送力に限りのあった国鉄築飛線の名の浜駅、博多駅間は地下鉄に代替されて、地下鉄開業と同時に廃止となった。築飛線の名の浜伊勢は電化され、地下鉄に直通して博多駅へ乗り入れるようになった。1987年。 昭和62年4月1日に国鉄分割民営化が行われ、博多駅の内在来線部分が JR 九州に新幹線部分が JR 西日本に承継された。1990年平成2年4月1日に新幹線の車両基地、博多総合車両所までの改装用の線路を旅客化した博多南線が開業した。1993年、 平成5年3月3日には福岡市地下鉄が福岡空港まで延伸され、博多駅から二駅で空港へ行けるようになった。2005年平成17年から九州新幹線の開業を見据えたホームの再編及び駅舎の大規模な増改築工事が始められた。プラットホーム部分は在来線のスペースを一部削って、そこに山陽新幹線、 九州新幹線用の増設ホームを建設するなどの工事が行われた。また昭和期の旧駅ビル、博多ステーションビルを取り壊して、新しい駅ビル、JR 博多式を建設する工事が行われ、2011年3月3日に開業した。詳細は後日の九州新幹線開業に向けた動きも参照。なお明治42年の新駅舎完成。 昭和60年の地下鉄博多駅の本駅開業と平成5年の福岡空港駅延伸開業及び平成23年の新駅ビル開業はいずれも3月3日である。当駅は2011年に全線開業した九州新幹線鹿児島ルートの起点駅で山陽新幹線との相互乗り入れが行われている。鹿児島ルート全線開業開通に合わせて2006年から 駅本屋解体及び新築、新幹線ホームの増設や在来線ホームの再編、駅周辺の環境整備等の総合再開発が行われた。2005年10月1日に実施された秋のダイヤ改正とともに、九州新幹線開業準備工事、新幹線ホーム新設工事などが開始されたため、在来線の乗り場変更が実施された。 新幹線ホーム新設に伴い、新幹線高架下にあった在来線の9番乗り場、単式ホームが撤去され、7番8番乗り場も南半分が使用停止となった。これにより生まれたスペースに新幹線ホーム島式1面2線が増設されている。スペースが狭いなため、新設の新幹線ホーム2面、11番乗り場を8両編成対応、車止め設置とし、 在来線8番線と付き合わせとなる構造、ホーム階層は異なるとするなどの策が取られている。博多駅部分の工事については、九州新幹線全体の建設を担当した、鉄道建設、運輸施設整備支援機構から駅を管理する JR、九州、JR 西日本に委託され、両社が分担して行った。全長約1キロメートルの区間が4つの工区に分割され、 中央の二つの航区を JR 九州が、両端の二つの航区を JR 西日本が担当した。また、電気設備とレールの付設は JR 西日本が担当した。営業中の在来線と新幹線の線路に挟まれた、狭硬な空間で建設を行う困難な条件となっていた。建設期間の短縮と費用の削減のために、 新幹線の高架橋は既存の在来線の高架橋の上に重ねて建設する高架橋の重層化が検討された。専門家による耐震性と耐久性の詳しい検討の結果、後半を巻いたり、浸透固化処理を施したりして基礎補強を行うことで可能と判断された。ホーム及び線路の本体工事は2010年9月23日完了した。 博多口には九州新幹線乗り入れを前に地下3階、地上10階、旧駅ビルの約7倍の延べ床面積約20万平方メートルを持つ新駅ビル JR 博多式が2011年3月3日に開業した。新駅ビル JR 博多式と並行して博多口駅前広場他駅ビル周辺の再整備事業が 福岡市により実施されている。新駅ビルの開業に合わせて、使用を開始する予定となっていたが、一部の事業対象施設の完成は、ビル開業以降にずれ込んだ、後日、対象事業は次の通り、ホームは JR 在来線、JR 新幹線と福岡市地下鉄の3群がある。JR 在来線、新幹線ホームは南北方向に高架化されており、 福岡市地下鉄は東西方向の地下にある。駅西側を博多口、駅東側を筑紫口という。駅本屋は JR 九州と JR 西日本で分かれており、駅長室もそれぞれにある。駅本屋については在来線と新幹線11.12番のリバブ部分が JR 九州。 新幹線13から16番乗り場部分が JR 西日本の管轄である。ただし、新幹線11.12番乗り場の運転取扱い等は JR 西日本が担当する。駅ビルも博多口、JR 九州側は、JR 博多シティが、筑紫口、JR 西日本側は、山陽新幹線ホームの直上にオフィスビルの新幹線タビルがあり。 校舎の直下に商業施設の博多デートスが入居している。また、中央コンコースの北寄りの在来線ホーム直下には、マイング博多駅名店街が入居している。博多口と筑紫口は、東西に伸びる駅中央のコンコースでつながっている。博多口は、JR 九州の在来線乗り場に近く、筑紫口は、JR 西日本の新幹線乗り場に近い位置にある。 改札口の位置は各鉄道ごとに実。また、新駅ビル JR 博多シティの落成に伴い、中央コンコースより南寄りのビル1階部分と同ビル3階に東西に伸びる新連絡通路が設置されている。JR の特定特市内制度における福岡市内の駅であり、運賃計算の中心駅となる。 在来線のホームは2階にあり、島式ホーム4面8線を有する。新幹線ホーム増設の影響で5面9線の構造から縮小したが、1.2番線乗り場が拡幅されている。吉塚駅博多駅間の3線区間の福北豊か線を走行する列車は7.8番乗り場にのみ、入線が可能なことと、8番乗り場竹下方は行き止まりとなっているため、8番乗り場は、 福北豊川線の列車専用となっている。かつては、新幹線降下した7.8番乗り場の東に、福北豊川線専用の単式ホーム9番乗り場があったが、新幹線ホーム増設に伴い廃止された。9から10番乗り場は現存しない。在来線ホームでは、2006年1月頃から、列車、博多駅終着列車、改造列車及び、貨物列車を含む接近時に、 チャイムと共に発車表に列車が入りますご注意くださいの表示が出されるようになっている。2012年3月17日からは入線及び発車時に高田に実る作曲のメロディが流されるようになった。新幹線のホームは3階にあり島式ホーム3面6線を有する。1975年の山陽新幹線開業時は2面4線だったが、 2011年の九州新幹線鹿児島ルート全線開業に伴い、従前の11から14番乗り場を13から16番乗り場に変更、改板した上で、西側に一面二線を増設している、詳細工術。増設ホームのうち一線、11番乗り場は8両編成対応の短いホームで、小倉方に車止めがある関係で、九州新幹線、 博多南線専用となっている。在来線ホーム間の連絡通路は、ホーム下の中2階の南北に、中央通路と東通路の2本がある。両通路ともに新幹線乗り換え改札口がある。博多口の新駅ビル JR 博多シティの落成に、伴い、駅ビル3階にも新通路、新改札口、博多シティ3階改札口が設置され、 2011年3月7日に使用開始した。3回連絡通路の改札内は広場状になっており、コーヒースタンドや休憩用の椅子が並ぶ。在来線ホームの一部に直接、及び新幹線コンコース方面に乗り換え、改札口経由でそれぞれ連絡する。新駅ビル開業とほぼ同時に、前述の博多式3回改札口と阪急百貨店改札口、 アミュプラザ博多改札口、東急ハンズ改札口が新駅ビル開業とほぼ同時に新設された。五二社はそれぞれ中央通路、東通路と同じ木座橋の中に階にあり、また朝の時間帯は出口のみの一方通行となり、博多口方面の振り客を裁く。なお、東通路の東口は北改札口に、名店街口は、 マイング改札口にそれぞれ名称変更されている。中央、北出札及び、中央口、北口改札は、JR 九州の直営で、博多市で3回出札及び、博多市で3回改札口、阪急百貨店改札口、アミュプラザ博多改札口、東急ハンズ改札口は、JR 九州鉄道営業、マイング改札口は、 博多ステーションビルの業務委託である。緑の窓口は JR 九州管轄が中央口、北口近くにそれぞれあり、JR 西日本管轄が新幹線口1階と新在乗り換え口、改札内にそれぞれある。一部の規格切符は発売会社の自社窓口でしか発見できない場合がある。指定席券売機は JR 九州管轄緑の窓口のほか。 博多市地三階改札口などにも置かれている2018年現在三階新通路の改札外には七つ防止員九州の旅行説明及び乗客用専用ラウンジ金星があるなお中央改札口横にある緑の窓口には外国人専用の窓口がある2016年3月26日に 在来線ホーム7.8番乗り場と直結する改札口がマイング博多駅名店街の北端中央に新設された。無人、監視付き改札であり、階段のみ IC カード専用となっている。なお、従来のマイング改札口とは別である。2018年9月28日より JR 九州在来線にて駅ナンバリングを導入したが、当駅は、 路線記号を使わず、鹿児島本線が赤色で、福北豊川線が金色で表示される。2012年3月17日のダイヤ改正時から一部のホームにおいて、高谷実る作曲による発車メロディーの使用が開始された。留置線は、竹下よりと吉塚よりにある。吉塚よりの留置線には4番乗り場と5番。 乗り場到着列車のみ引き上げられる西側のものと、福北豊専用の東側のものがある。また、別に有効町の長い留地線、吉塚電流線と呼ばれているが、吉塚駅北方、高架前の旧箱崎駅付近にある。一方、竹下よりの留地線は、専用線である、竹下小運転線、単線並立を経由し、留地専用の車両基地である南福岡車両区、 竹下車両発出口内の留置線まで改装する。中には竹下小運転線を利用し、南福岡車両区、本所まで改装することもある。吉塚電流線や竹下車両を発出には、特急列車や長大編成の列車等が留置されることが多い。島式ホーム一面二線を有する地下駅である。東比え方に引き上線があり、定期列車では終電のみに使用する。 駅のシンボルマークは、福岡市出身のグラフィックデザイナー、西島伊佐夫がデザインしたもので、博多県上模様の記事である。プラットフォームは地下3階にある。コンコースは地下1階に、博多口側の博多口と筑紫口側の筑紫口が、駅中央コンコース直下の地下2階に、中央口があり3カ所に分かれている。博多口コンコースと中央口コンコースは、 地下で直結している、改札内、改札外とも、が、筑紫口コンコースから改札外に出た場合は一旦、地上に出る必要がある。出入口の番号は、博多口が1の4番、中央口が5の7番、筑紫口が11の17番、16番は、欠番となっていたが、博多駅周辺の整備に合わせ博多口側の地上との、出入口を、西1番から15番、 築畜地側を東一番の六番、中央口を中一番から三番に改めている。博多口の出入り口が大幅に増えたのは、駅周辺整備により地上出口が増えたことと、すべての地上出口に地下鉄の出入り口番号を割り当てため、駅長事務室は西一番出口の下に設けられている。2007年2月には、築畜地の自動改札機が新型機に更新された。 JR 九州のものと色違いの同景気になっている。1983年3月22日の開業当時は仮駅として現在の祇園駅方面連絡通路に設けた駅で営業していた。1985年3月3日に現在の駅が開業した。なお、祇園駅とは博多駅地下街経由で元広通り地下の コンコースにより直結しており、コンコースに地上出口が設けられている。地下鉄車内での案内において、JR 線の乗り換えは、新幹線、鹿児島本線とアナウンスされ、福北豊川線はアナウンスされない。ただし、3 0 3系、K03 編成の案内表示器には、新幹線、鹿児島本線、福北豊川線と表示される。 2011年11月7日、福岡市は2020年度をめどに地下鉄七熊線を天神南駅からキャナルシティ、博多近辺を経由して、当駅まで延伸する計画であることを明らかにし、2012年の6月11日に鉄道事業許可を取得、目下工事事業中である。七熊線の駅は博多口駅前広場の地下。 約25メートルの位置に設けられ、地下街や JR 駅コンコースとつなぐ構想となっている。空港線の乗り場からの乗り換え距離は約150メートルとなる。しかし、2016年11月8日に、本工事に伴う博多駅前2丁目交差点付近での大規模な道路陥没事故が発生し、工事が一時期中断され、完成時期は不透明となっている。 福岡市地下鉄七熊線陥没事故参照。主な駅弁は下記の通り。博多駅は九州で最大の乗降客数で近年は大幅な増加傾向にある。JR 博多市や九州新幹線鹿児島ルートの全線開業の影響と考えられている。駅周辺は天神地区と並ぶ福岡市の都心部並びに繁華街となっている。 また産業、九州新幹線の主要駅という立地もあり、各企業などの支社、支店が多数存在している。博多口、筑紫口を問わず、商業施設、オフィスビルビジネスホテルが混在する。初企業、初店舗については著名なものだけ列挙。ファミリーマート、キオスク、うどん店、ラーメン店など、在来線の博多市ィ3階改札内に、駅中カフェがある。 一番二番ホーム吉塚よりには、キッズルーム、おもちゃのチャチャチャ、チャチャクラブ、有料がある。1963年に、博多駅が現在地に移転してから現在まで、博多駅の駅ビル、商業施設は次のような構成になっている。以下の駅と地下街、ベデストリアンデッキ等で直結している施設等、駅の北西に隣接して、 博多バスターミナル、旧州、博多駅交通センターがある。博多バスターミナルには、西鉄バスの福岡市内、近郊路線の一部と、昭和バス JR 九州バス、及びこれらと共同運行、またはこれらの会社が運行支援を行う高速バスが発着する。他に、博多口側に、博多駅 A 階までの各乗り場と交車場があり、筑紫口側にも乗り場がある。 これらの乗り場、降車場には西鉄バスの福岡市内、近郊路線が発着する。他に高速ツアーバスから乗り合いバスに移行した各社の高速バス路線もここに発着する。九州新幹線鹿児島ルート全線開業を受けて、新設駐車スペースは九州新幹線ホーム上に約150台設置された。 こちらはア村の博多駅屋上駐車場の増設となるため、出入り口も共用となる。また、築地口の JR 九州、旧本社ビル跡地には、立体駐車場、約380台収容が入る JR 九州築地口ビル、愛称、旧、エキサイド博多、現、デートスアネックスが2007年4月にオープンしている。全線開業後しばらくして、 前述の博多駅地下送迎場が整備された。また、博多口駅前広場地下部分に約110台分が駐車可能な JR 博多市地下駐車場が新設され、切手博多の地下駐車場と接続。各駐車場の店舗利用提携サービスの有無については、JR 博多市、切手博多等の各記事を参照。駐輪スペースは、 駅前広場南寄りの地下1階に JR 博多シティ駐輪場がオープンした前日。また、切手て博多地下にも900台の24時間一時駐輪場が開設。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。